核兵器禁止条約の第2回締約国会議が始まり被爆者が核廃絶を訴えました核兵器の保有や使用を禁じる核兵器禁止条約は一昨年発行しこれまでに93の国と地域が署名していますただ核保有国や日本などは参加していません第2回締約国会議では被爆者が核廃絶を訴えましたウクライナと ガザから伝えられる光景は、被爆者にとってあの日の再来です。核戦争が起これば、何もなくなった真っ黒の街、死体の山、死の世界が残るだけです。二十九日には、広島市の松井市長が演説する予定です。